こんにちは、ツアー。ということで、今日は、情報発信が英語の勉強で大事だよって話をしたいと思います。まあ、情報発信っていうとちょっと硬く聞こえるけど、まあ、インターネット上とかで、まあ、積極的になんか情報ってか、なんていうのかな。ただ、SNS とかを、そのなんか、誰かのツイート見たりするために使うんじゃなくて、自分でなんかアップしたりっていうのをする。ことが役立つって話で、まあ、具体的にはなんか Twitter とか、まあ、Facebook でもまあいいけど Twitter とかツイキャスとかっていうのはまあいいなと思ったんだよね。でまず Twitter で情報発信するっていうのはまあ本にも書かれてたことなんだけど、 Twitter でまあ趣味の、まあ、好きなものとかフォローしたりとか、まあそれに関するツイートを英語でやってみたりすると、まあ海外の人から英語を話す人からフォローされたり、それにリプライもらったりして、その英語を話す環境が作れると。だからそこでその人たちとある程度仲良くなれば、まあ、英語のやり取りができるようになるし、でまあ、それがやっぱり英語を使いたいから友達作りたいだとちょっとおかしくなっちゃうけど、そのなんていうの、もっと友達作りたいなとか、まあ、別の理由でそういうことをやってみて、英語のために利用するのは良くないってことだけど、まあそういう方法もあるってことだよね。だからまあそれでそういうツイッター上でそういうつながりができるし、ツイキャスだとその英語でライブを自分でやってれば、まあそれを見てくれるね人もいるし、そういうつながりが、だからやっぱりさ、普段まあ英語圏にいない人とかは英語をそうやって話したり書いたりっていう機会はまあ粗末ないじゃない。だからまあそういうサービスもオンライン上でその英会話できるサービスももちろんいっぱいあるけど、そういうのはやっぱお金かかるしとかあると思うから、まあツイッターとかツイキャスっていうのは、まあ、別に何もお金は必要ないし、でまあ友達もできるっていうのがあるから、まあそういうのを積極的に使った方がいいなと。そういうところでアウトプットの練習にもなるし、まあそれでまあ直してもらったりっていうのもできるんじゃないのかなと思うんで、積極的にそういうのを活用しましょうっていう話でした。さよなら。